ですね、手袋、マスク、メガネ、エプロン、こちらの方をご準備ください。カセイソーダをね、取り扱ったり、油とかを使ったり、ベタベタね、してしまうので、手袋の方を着用と、あとカセイソーダがね、危ないので、メガネと、まあ、目の保護のためにメガネ直します。あとマスクもね、顔の保護のためとか、あとやっぱちょっと空気とかね、こう、カセイソーダを吸ってしまうと、気管支に入ったりするとね、痛かったりするので、念のためですね、マスクの方をしてした方がいいです。あと、エプロン。まあ、エプロンが汚れてしまいますので、着用していただいて、安全にね、お洋服が汚れてもいいように、着用して使います。こちらの方をね、必ず、身につけていただいて、安全にですね、石鹸作りの方をしていきたいと思いますので、ぜひご準備ください。お願いします。はい、石鹸を作る道具になります。泡立て器、計量スプーン、ゴムベラ、温度計、ヘラ、ステンレススプーンというか、まあ、混ぜる棒ですね。と上にあるのはブレンダー。ブレンダーはあれば便利というものです。で、スケールと精油を測る、瓶と、カセイソーダを溶かす容器のビーカーですね。PP の取っ手付きビーカーと、カセイソーダを測る容器と、あとは、まあ、こっちは材料になるんですけれども、まあ、香り付けの精油と、あと、モールド、モールドを入れる保温袋ですね。それと、こちらもちょっと材料になるんですが、精製水とカセイソーダ。あと、こちらが、PP の、ボール、ポリプロレン製とかがいいんですけども、まあ、タイアルカリのもので、こちらの方のボールに材料を入れて混ぜます。こちらの方が、石鹸を作る道具になります。で、あと作るときは手袋、マスク、メガネの方を着用していただいて、石鹸の方を、安全にですね、作っていきたいと思います。まずこちらの方ですね。準備になります。では、作っていきましょう。